阪神、ダイソーと盗塁の無策が試合を台無しに、足を使わずに敗北を招いた無能な戦術、試合の流れを完全に失う。7月20日、甲子園で行われた試合では、阪神が広島に0、1で敗れました。現役時代に近鉄で17年間プレーし、シドの盗塁王に輝いた後、オリックスで監督を務めた日韓スポーツ評論家の大石大二郎氏。 65が試合を詳細に分析しましまた阪神が4連敗を喫した中、保守を3人制に戻すべきだとの見解を示しました。19日に藤田を2軍に降格させて、保守を2人制にした試合では連続して完封負けを喫しました。打撃不振の梅野や坂本がチャンスで回っても代打を送ることができず、敗戦の連鎖が続く状況を厳しく批判しました。阪神は連続して2試合保守を2人制で試みましたが この試合を通じて3人制への復帰が必要だと強く感じさせられました。梅野の打率は1割台後半、坂本も2割台前半と振るわず、代打を送ると残りの捕手が1人になり、故障時のリスクが高まるため、後期に代打を送ることが困難な状況です。ヒットを打つ可能性が低く、ボンダの確率が高い中での試合進行となっています。この日は5回に 1C12 塁のチャンスで梅野が閉殺打に倒れました。 5回で代打を送るのは早すぎるかもしれませんが例例の投手戦で得点の兆しが全く見えない状況でした国1点を取るだけで勝利が見込める投手陣が控えているため代打投入の早期対応も一向の余地がある状況です梅野は10回の位置し1塁でも再び閉殺打に倒れ打席に立たせるならば追い込まれていても確実に代打を送るべきでした 得点圏に進めば1点でさよならの可能性があったにもかかわらず、一塁ダイソーの上田も効果的な働きを見せることはありませんでした。前日19日の試合では、1点を追う7回に虫満塁の絶好のチャンスを迎えた坂本がそのまま打席に立たされ、結果的に閉殺打に倒れました。打撃不振に苦しむチーム状況の中、調子の良い腹口や左の切り札である糸原を使えなかったことが敗戦を一層悔やませます。 この日も原口と糸原をようやく代打として起用できたのは1点を勝ち越された11回の場面でさらに走者がいない状況でした保守二人制が適用される局面で選手の使いどころを制限する足かせとなっています打撃不振が続く中でもっと積極的に足を使った戦術が求められる場面でした6回に一死から野口が安打で出塁しましたが代走として島田を送ったのは その後の近本が失策で出塁し、二塁に進んでからでした。オーセラのクイックは特に速くないため、野口が出塁した時点でダイソー島田を送り、二刀を狙うべきでした。また、例、例の状態で迎えた7回も、先頭で編んだ出塁した佐藤輝にダイソーを送ることができたでしょう。その後、佐藤輝が前川の右飛びで打球判断を誤り、右頃にしてしまったため、 さらに悔いが残りますあえて挙げるべきは先発の及川でしょう防御率が0点台の大セラとの投げ合いで予想以上に互角に渡り合いました及川の直球は力強くスライダーも見事な変化を見せカットボールや右打者の外に逃げるツーシームも効果的に落ちていました不調の糸を進むに代わってのマウンドでしたが救援明けでもローテーション入りが十分に期待できる内容でしたファンの反応。 昨年は全体的に調子が良かったため、保守の打撃不振があまり目立ちませんでしたが、今年はどうしても浮き彫りになってしまっています。打順において保守の代打の有無が不明瞭で、それがチャンスを逃す原因になっている試合が多いように感じます。監督のコメントではピッチャーは何も悪くないとおっしゃっていますが、その通りとはいえ、無援護で投手が非常に可哀想です。監督には、たとえ見栄えが悪くても、 積極的に動いて1点を確実に取る野球をお願いしたいです数とだけでロアウトも献上するのは厳しい状況です岡田監督は保守に代打を使うことについてアクシデントを懸念しているかもしれませんが試合序盤であればともかく終盤でそんな事態になる可能性は非常に低いと思います梅野がホームランを打つ確率は極めて低いと言えますそのため たった1回の試合のために昨日と今日だけで2敗しているのでは本末転倒です。もう少し柔軟に考え方を改めて欲しいと願っています。昨日も指摘しましたが、7番に木並選手を起用するのが良いのではないでしょうか。木並選手が失礼した場合に上位打線で返せる打力が今年は不足しています。4、6番あたりで失礼したランナーを7番の木並選手で得点に結びつける確率を高める方が有利だと思います。 昨年の成功事例に固執しすぎているように感じますダイソーを出しても投類がなくエンドランも実施されずトヨタ選手もずっとベンチにいる現状では若い星を上げる方が良いと思います坂井選手ぜひ頑張ってください阪神タイガースまたもや一点の壁に屈する岡田監督のプロ失格発言に驚愕言葉も出ないと呆れる現実 阪神タイガースは20日、甲子園で行われた広島戦で0、1と惜敗。打撃の不振と守備の乱れが重なり、2夜連続の無得点敗北を喫したチームに対し、岡田晃信監督、66はもう何も言うことはない。本当に。言葉も出ないと呆れ果てた様子だった。試合は両チーム無得点のまま延長11回へ突入した。ここで6番手の富田が先頭打者の秋山に4球を与え、 自打者矢野の犠打を一塁へ悪送球中野がボールを失った隙に走者の大森が三塁へ進塁さらに中野が慌てて三塁へ送球するもボールは大きくバウンドし三塁手の悟う輝きが補給できずその間に矢野も二塁へ進塁し虫に三塁の形になったその後野間を深刻敬遠で虫満塁としたものの小園に忠義比を浴び 決勝点を献上1プレーで2つのエラーから失点を喫し、指揮官もただ呆然とするしかなかった。前日19日も、虫一・二塁から捕手・坂本の失策で1点を失い、黒星を喫していた岡田監督。この日も広島の先発、大瀬良に対して良い当たりがあったものの、打線は打開できず、今季2度目の先発で6回無失点の力投を見せた及川を見殺しにしてしまった。 指揮官はピッチャーはよく頑張っている。それは当然やと語りつつ、打撃については仕方ないやんか、正面に行くし、それで惜しかったなんてプロとしては通用せえへん。プロは努力しただけでは済まされへん。青春時代の高校野球とは違うんやからとぼやきを止めなかった。チームは4連敗を喫し、前半戦の順位が4位に確定、首位の広島とのゲーム差も3.5に広がった。 まずは前半戦の最終戦となる21日の広島戦で解消し、混乱から脱却したいところだ。ファンの反応。ファンの選手をスタメンで起用するのも良いが、終盤の重要な場面では代打を投入して攻めの姿勢を見せるべきだ。バント以外の活躍は期待できず、バッテリー全体の交代は難しいとしても、後半戦ではそれくらいの積極的なアプローチが必要だ。の選手の抹消は残念で 第三保守の存在が有無で後手に回っっててしまっているセカンドやショートには上田選手や熊谷選手も選択肢として考えてほしい渡辺選手は内野での起用には不安があり代打での使用が適切だろう大瀬良投手に対して能うではなかったことに安堵するがタイガースの野手たちは野球の基本を理解しているのか疑問だ打撃や走塁で点を取るゲームであり 相手より1点でも多く取ることが目標であることを再確認してほしい。もし忘れていたら、明日から思い出して実践してほしい。ノーヒットでも得点は可能である。昨日も今日も、結果的に2点取れていれば勝てる試合だった。投手陣の状況は安定しているが、打線が長打もシングルヒットも期待できない現状では、4球を選んで出塁し、足や小技を絡めて泥臭く1点を取る戦術が求められる。 まぐれあたりのホームラン1本で勝ちを狙うのではなく、投手陣をフル活用して守りきるしか勝利のパターンはない。しかし、梅野選手がランナー1塁時に併殺打のサインが出ているのではないかと感じる場面が多い。